月14日日曜朝9時、トゥルーアングルのお時間です。この番組は冤罪のない社会の実現を目的として、多角的な視点から司法の現状をお伝えし、皆さんと考えていく番組です。ジャーナリスト兼ノンフィクション作家の鶴瓶仁弘さんと私川崎英子で番組を進めてまいります。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて第1回いよいよスタートというところでね、まずこの番組をどうして始めることになったのか、その経緯からお話ししてまいりたいと思います。はい、私たちは昨年までですね、2017年12月まで冤罪のない社会の実現を目指してということで、はい、毎週木曜日、はい、都内の会場でシンポジウムとライブの夕べを開催してまいりました。はい、そうですね、6年間ですね。そうですね、2012年1月から毎週のようにやりまして、はい、305回でしたね。はい、はい、それをやってきました。はい、まあ、私たちのそのきっかけは、うん、1999年に起きた千葉成田ミイラ事件という、はい、まあ、私たちは冤罪を主張しているんですけれども、はい、その事件、そしてそのことをこう最新をね目指している中で、はい、世の中 その刑事司法がいかにこう、はい、我々が知ってたものと違ったかということを自分たちが体験しまして、うん、自分たちの事件のことは当然ですけれども、はい、冤罪で苦しんでいる方々がいっぱいいましたので、はい、そのことを広く社会に知らせようということで始めたんですね。はい、そうですね。はいはい、ところがやっぱり時代がもう17年8年動きましたよね。 ね、はい、ですから1999年なら、うん、例えば iPhone はないんですよね。そうですね、今この番組インターネットで、ね、配信をしておりますけれども、スマートフォンでご覧いただいている方も結構おられるんじゃないでしょうか。事件発生の1999年2000年なんていう頃にはありませんもんね。ガラケーとか、はい、あと PHS が終わる頃じゃないかと思うんですけれども、そうですね、はい、から Facebook もね、うん、まあ、あったのかやってなかったのか分からないですけどもいやなかったですね。 SNS というのはなかったですよね。はい、そうですね、はい、で、まあ、時代がね、うん、動いてきたっていう、はい、ことなんですよね。そうですね、本当いわゆるメディアっていうものが本当にこう様変わりしてまいりましたよね。はい、で一番はやっぱり SNS の発展ということで、うん、例えばトランプ大統領の選挙が、はい、旧メディア対 SNS の戦いだったとか、はい、まあ、東京都でいうと小池知事の選挙が旧メディア対 SNS ということで、やっぱり SNS を上手に活用した人の方が情報発信力がある、まあそういう時代になってきています。そうですね、大手メディアが発信するいわゆるテレビとかそれから新聞雑誌といったものは一方向一方向ですもんね。はい、SNS になると双方向といいますか、出したものに対して反応が来てまたやり取りをするという形で、今はもうそちらの方が主流になってまいりましたよね。そうですね、もうこれで時代は動いていますので、はい、ですから私たちは、うん、まあ、都内の会場を借りて、はい、リアルでシンポジウムをやってきましたが、はい、もうそのやり方よりも、うん、SNS を使ったやり方の方が効率的なんじゃないかと、うん、そのように考えて、はい、みんなで話し合って、はい、形を変えましょうと、はい、いうことで、じゃあどのようにやるかという中で、はい、うん、インターネットテレビを中心としながら、はい、SNS、Facebook やね、うん、まあ、YouTube やいろんなものを使って正しい情報を発信していこうということで、はい、うん、この形になって今日が第1回目ということですね。はいはい、そうですね、これから毎週日曜日朝9時に配信をしてまいりますので、ぜひご贔屓にしていただければと思います。やっぱり国民がね、はい、知り始めていると思うんですよ。要は前は大手メディアが報道するか、はい、もしくは報道しても偏った報道、うん、でさらには報道しないということもできたんですけれども、はい、SNS の発展でこう誰でもが、まあ、ジャーナリストといいますか、はい、情報を発信できる時代になるので、うん、もう隠すことができない時代になってきてる。はい、そうですね、と同時に、はい、ファクトニュースっていうのもね、言葉で出てますけれども、フェイクニュース、ファクトニュースとね、はい、いろいろ出ますよね。要は本当じゃない情報も流しているっていう、はい、うん、この現実の中で情報が溢れてますよね。うん、そうですね、ある調べでは、はい、10年前の情報、はい、というか10年前に私たちが、はい、入手できた情報と、はい、今で625倍増えたというんですよ。625倍ちょっと私たちがアクセスできる、はい、情報量が増えている。うん、だけど脳の
スピードっていう処理スピードは2倍にもなってないですよね。そうですね。っていう中で625倍あるので、はい、どれが本当の情報か、うん、何を信じていいのかがもう分からない時代になってる中で、はい、まあ、SNS の発展もある、はい、ということで、じゃあ私たちは刑事司法に関しては、はい、あの実際のね体験がありますから、体験しないと分からないこともあるので、うん、それを真実の情報として発信していこうと、うんうん、いうことで、もちろんメディアの、はい、大手メディアの情報も引用させてもらいますけれども、そうですね、はい、日本の刑事司法、うん、世界の刑事司法がどうなっているかということをですね、うん、国民の皆さんに知らせたいと思っていますので、はいはい、そうですね、はい、あとやはりその双方向というところでね、皆さんからのご質問やご意見なども参考にして、そのことに答えしていくっていうような部分もね出てくるかと思います、はいはい、でこの活動、まあ、1999年から私たちはやってるんですが、はい、そうですね、まあ、私は、ね、代表という立場だったり、うん、ジャーナリストという中で何人かの方から質問をされた言葉があるんですね、はい、これがこれなんですよ、はい、なぜ活動を続けるのですか、あなたが発信しても社会は変わりませんよ、というそういう声がかかると、ね、はいはい、これは別にネガティブな意味で、うん、まあ、私の友人だったり弁護士先生だったり、はい、他の方が言ってくれたわけじゃなくて、はい、毎週シンポジウムをやったり本を何冊も書くってすごいエネルギーじゃないですか、はい、うん、それは確かにそうですね。ですから毎週ね、はい、木曜日に約2時間、はい、うん、そのシンポジウムをやる、 その事前準備、 はい、それから当日、うん、すごいエネルギーですよね。そうですね、ずっと公共の施設をお借りしてねやっておりましたので、事前準備から含めて本当に 3,4 時間ね、はい、しっかり時間をかけてやっておりましたよね。それだけのことをやって、はい、うん、発信して何か世の中が変わるのかと、うん、もったいないと、エネルギーと時間が、はい、だったら鶴瓶さんもっとね変わることに使ったらいいんじゃないのかというニュアンスでの、うん、はい、まあアドバイスというかコメントなんですね、はい、で本当そうですよね、まあ、そこは難しいところですけれど、ね、そう思うんですよ、はい、具体的に私たちが何かやって、はい、社会が大きく変わったのかっていうことはないと思うんですよね、はい、だけど私はそう言われたらいつもこう答えるんですよ、はい、私が発信し続けても何も変わらないかもしれない、でも沈黙していては絶対に何も変わりませんということですね。そう思うんですよね、はい、確かに変わらないかもしれない、うん、でも歴史を見た時に誰か一人がこれおかしいですよねとか、うん、はい、こうしたいですよねと発信したところから、うん、世の中って動いてるじゃないですか。そうですね。ですから冤罪のない社会っていうのは、はい、いろいろ話してる方もいらっしゃいますけれども、うん、はい、やっぱりこう発信する人が、うん、いなくなると絶対に何も変わらない、うん、そうです、ね、であればやっぱりこう発信はし続ける必要がある、可能性はそこにあるということで、うん、はい、私はやり続けるというふうにね、うん、お答えして、はい、で実際ね聞いた話があるんですけども、はい、ある冤罪被害者の方がやっぱり絶望していたと、うんうん、でその中でもうどうしていいもんだかと、はいはい、でも自殺したいぐらいだっておっしゃってたらしいんですよ、うん、そうですよね、もう覆すのは難しいですからね、はい、でいくら言っても信じてもらえない、はい、そうですね、っていうところで、はい、どう考えたかっていう時にその支援者の方がですね、はい、私たちのシンポジウムを見なさいというふうに言ったらしいんですよ、はい、であそこまで報道されてひどい目に遭ってるのに、うん、あの人たちは毎週頑張ってるんだ、うん、明るいんだっていうことで声をかけてくれたらしいんです、はい、でその方がその私たちのシンポジウムを見て、はいはい、ああやって頑張ってる人がいるなら自分もちょっと頑張ってみようと思ってこう元気を取り戻したんだよって言われて、はい、だから君たちがやってる活動にも意味があるんだよっていうふうにこう言われて、はい、あ、一人でも救えたなったら、はい、それは価値があったなと思ったんですよね。そうですね、はい、本当にそうやってやはり発信したからこそ一人でも届くところがあればその後続くかもしれないというところで、古い映画ですけれどもフィールド・オブ・ドリームスという映画があったのを皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。その映画の中でそれを作れば彼がやってくるというキーワードがね最初に出て、でいきなりトウモロコシ畑を野球場にするというのがありましたね。
本当に皆さんからは何をやるんだっていうふうに言われるんですけれども、でもやはりそこに作ったからこそその後のね映画の展開がありますけれども、ちゃんと来る人がいたっていうのがありました、はい、そのような形でこの番組もやり続けてるからこそどなたかの耳に届く、そんなことがあればいいなというふうに思いますね。そうですね、はい、ちょうどですね一昨日ですかね、はい、ある勉強会に行ってきたんですけども、はい、その講師の方が言ってたんですけれども、はい、人と人はつながってるんだと、うん、でこう個体としては別だけれども、はい、意識の中ではつながってるんだと、うん、それから過去と自分、はい、から自分と未来っていうのも実はつながってるんですと、はい、なるほど、でそれは目に見える世界と目に見えない、はい、世界があるんだと、で目に見えるのは今だけでしょと、で過去は知っているつもりになっているんですと、で未来は推測することができるんですと、そうですね、でもそれは推測なんです、はい、もしくは予測なんです、はい、でも本当は全部がつながってるんですよと、でその見えないものを信じれるかどうかなんです、はい、っていう話がして、はい、それだとちょっとスピリチュアルなスピ系の話じゃないですか、うん、でそこで、うん、その冤罪とか、うん、その原発とかね、はい、そういう社会問題になっていることの話が出たんですよ、うん、要は自分ごとにどうしてならないのか、うん、過去にそういう事故が起きた、はい、もしくは冤罪の死刑から復活した事件があった、はい、であればつながってるんだから、うん、未来にそれが起きるってことがわかるでしょ、そうですね、であれば今自分の生きてる時代にそれを変えようと思わない人、うん、思えない人、意識がいかない人は、はい、見えない世界を全く信じれない人たちなんですっていう話があって、はい、そうきたかっていうか、うん、そうだよなって思ったんですよね。歴史は繰り返すって言いますもんね、はい、やはりねどうしてもやはり人間こう成長していって科学が発展したりしてもやはり同じようなことというのがなぜか起きてしまう、じゃあそこを変えるにはどうしたらいいだろうっていうことは考える必要はありますよね。それがね真の意味で今を生きるっていうことなんですよっていう話があって、はい、本当そうだよなと思って、で私たちはこうやってねシンポジウムやってもやっぱり伝わらなかった部分と伝わった部分ってあるじゃないですか、うんうん、そうですね、それから伝わった人と伝わらない人っているじゃないですか、はい、でそこの分かれ目は何かっていうと、うん、見えないものを信じれる人、うん、別にそれはスピリチュアルじゃなくて歴史という時間の中で、はい、過去起きた出来事は、うん、その根本を直さない限りまた起きるのだ、うんうんっていう未来、はい、そこに自分という現在をどうするか、うん、で私たちだってね、うん、変な話千葉成田三浦事件に合わなかったら、はい、司法はちゃんとやってるとか、はい、検察は正しいとか、はい、メディアは真実を報道するとか思ってたと思うんですよ。そうですね、思ってませんでした。体験したからこそですよね、ここまでいろんなことを考えるようになったのも、なったのは、はい、だから我々だって別にその伝わらなかった一人ですよ、うん、そうですね、多分僕がもう一人いて、はい、全く知らない僕が僕の話を聞いて、うん、ふーんそうだね大変だねっていうぐらいで、うん、何かこう変革が起きるかっていうと、うん、起きないんじゃないかな、うん、だけどその話を聞かないと絶対に何も起きない、はい、聞けば あそうか、うん、そうかもなって思って、はいはい、そういう体験がした人がいるんであれば絶対起きる、じゃあ自分のできることは何かなって、うん、ほんとちょっとこうシンポジウム行くかもしれない、はい、本を買うってことかもしれないし、うん、Facebook にいいねを押す、うん、もしくは映画を見に行くとかかもしれないですけども、はい、ちょっとだけでもこう変わるんじゃないかな、そうですね、でそのちょっとが、はい、こう何百万人っていう人がちょっと変われば、うん、日本は大きく変わるんじゃないかなと思って、はい、そうであればその源に自分たちがなろう、うん、はい、私たちが体験したその責任として正しい情報を発信するっていうことが、まあ、使命じゃないかなと、はい、そのように思って、そうですね、でね、番組やりましょうって川崎さんに声かけて、はい、一緒にやるって言って今日がねスタートを切れたということですよね、はい、そうですね、本当に時代が動いていると言いますか、私たちがこの体験した時からこの十何年間で冤罪という言葉をそれこそ大手のメディアから聞くことも実は増えてきてますよね。そうですね、はい、映画なども増えてますし、実際にそういうことがテーマになったテレビ番組なんかも数多く放映されるようになりました。そんな風に本当に時代が移ってる、その中で私たちがやっていくことも何かこう波に乗ることができたらいいなというふうにも思っております。
それでは次のメインテーマに移ります。それでは本日のメインテーマに移りたいと思います。本日のメインテーマは、はい、今日はですね、初回ということもあって、はい、塩剤の、構成要件っていうものを考えてみまして、はい、それについて、お話をしたいと、はい、そのように思います。はい、お願いします。まあ、構成要件というとは、要は犯罪なんかでね、はい、言いますと、これとこれとこれとこれがなければ犯罪にならない、うん、っていうようなことですよね。だから何でもこう、これとこれとこれが全部必要ですよとか、うん、それで成り立ってますよっていうのが構成要件、うん、あれですよね、裁判というか司法というか、そういうところでよく使われる、そうですね、もう刑事事件は全部構成要件を満たしているか、はい、満たしていないか、だから例えば今ね、詐欺かどうかというのでちょっと話題になってますけれども、成人式のことで、はい、じゃあ詐欺か詐欺じゃないかっていうのは、損があったかどうかじゃないんですよね。故意があったかどうか、わざと騙そうという意思があったかどうかということがあったかなかったか、それが構成要件に入ってるっていうことなんですね。はい、はい、なのでわざとじゃない、失敗したんだというと、うん、単なる事業の失敗なんですよ。あ、なるほど。これは犯罪じゃないんです、はい、まあ、逆に言うと事業失敗して全部犯罪って言われたらね、事業できないです。そうですね、それは難しいです、ね、ただ騙す意思があってわざとやったんだっていうと、これ詐欺罪になるんですね。なるほど、はい、ということは、警察や検察側は、うん、わざとやった意思がありましたっていうことを立証できなければ、うん、はい、これは逮捕もできない、起訴もできない、はい、ということになるんです、ね、そういう証拠が必要だということですね。そうですね、はいはい、それがまあ構成要件、はい、じゃあ冤罪の構成要件って何か、うん、何が揃うと冤罪になるかっていうのをまあ考えてみたときに、はいはい、最初にやっぱり権力っていうのがいるんですね、うん、権力、はい、まあ、はい、ここで言いますと、うん、多くはまあ警察、検察っていうことですけども、はい、うん、まあ、これは事件によるんですが、はい、誰かが冤罪ですからやってないわけですよね、はい、そうですね、もともと何もないというか、ない、はい、もしくは何か事件はあったけど犯人じゃない、はい、っていう時に、その例えば大きい会社の社長さんがいて、はいはい、部下がやったことを他の会社のやつのせいにしたい、うん、とかって時は、はい、その会社関係で権力も働きますよね。はい、そうですね、で裏を使って警察に誰々を逮捕しろとか、うん、あとちょっとね、話題になってるのはね、ジャーナリストの方が強姦したしないで、はい、逆に権力を使って、うん、事件はなかったというふうに持ってったっていうのもありますよね、はいはい、そうですね。そうすると、うん、逆に言うと、その犯罪がなかったのに告発したっていうと、はい、今度これが侮辱罪というので、はい、訴えた人が罪になっちゃいますよね。なるほど、っていうようなことがあったりするんですよね、うん、なので必ずバックには権力がある、うん、からまたある事件では、あの時はそうですね、足利事件なんかはそうなんですけども、はい、幼女誘拐殺人事件ですよね、うん、あの辺で4件事件が起きてたんです、はい、で犯人が分からなかったんですよ、見つけられなかったんですよね。でそうすると、はい、マスコミから、市民から、うん、警察は何をやっているんだっていうそのツッコミが入ってくる、うん、はい、だか誰かとにかく犯人を逮捕しなくちゃいけないっていう、うん、その焦りというか、はい、わけのわからない、うん、で誰かを犯人にしてしまえ、うん、じゃあ、物静かな、うん、反抗できないやつをっていうので、うん、菅谷さんが選ばれてしまった、そういう背景がですね、はい、必ずあるという、権力だったり圧力だったりということですね、圧力だったりがあるっていうことですよね、はい、これがまあ一番な、はい、まずこれありきということです ね、 ですね、誰かが仕組まないと起きないということですね、起きないということですね、はい、仕組むのが絶対権力を持っている人だということです、ね、はい、そしてその冤罪の構成要件、まず1番があって、次に2番、はい、メディア市民感情、はい、で本当に犯人であれば証拠があるわけですから、基本的には、ね、はい、別に騒がないでも、はい、粛々と捜査していけば、そうですね、有罪にできるわけです、はい、ところが冤罪はそうなっていないので、うん、そうですね、あいつが犯人だぞという雰囲気を作らないといけないわけです、うん、はいはい、そうするときにメディアにリークする、うん、だからよくね、ニュースでもあるじゃないですか、はい、自白した模様とかね、はいはいはい、何々と言っていますっていう報道があるじゃないですか、はいはい、あれおかしいって市民の皆さんは思いますかね。関係者によるとっていうのが ねよくついてますよね。基本守秘義務があるので、喋、はい、ったか喋んないかということを言っちゃいけないんですよ、うん、でもなぜ言うかですよね。そうですね、それは誘導したい、誘導したいっていう、ね、意図がで、あいつ悪いやつだっていうのをこう、うん、
どんどん持っていって、うん、逮捕しろとか、はい、死刑にしろとかっていう雰囲気を持っていかないと、うん、こう有罪まで持っていけないんですよ。なるほど。あのよくありますよね、その犯人像についてっていうので周りにいる住民の方にこうその人の様子を聞くとかっていうのがあって、よく夜中に出入りしてましたとか、大きい袋を持って動き出ましたとか、黒っぽい服が多かったですとか、そういうね、うん、あの情報を聞いて、はい、あやっぱりそうかなっていう雰囲気作っていくっていうのありますよね。で僕なんかで、はい、まあ、皆さんも多分知ってる事件で多いのは、うん、あの三浦知良さんのロス疑惑という、 あれはね、あの、うん、疑惑の銃弾って言って週刊誌が犯人じゃないかって持って行って、はい、うん、結局有罪になって最後自殺しちゃいましたけど、はい、裁判的には無罪になりましたよね。そうでしたね。でも彼を犯人と思わない人はいないというくらい、うん、要はメディアが先にあって、はい、で警察は全然マークしてなかったんですけど、うん、捜査しないのかっていうプレッシャーになって捜査していく、うん、そうですね。で日本の資料では有罪にできなくなっちゃって、うん、今度はアメリカの方の資料で持ってくるなんていうのは、はいはい、もう市民感情そうですね、ですよね、はい、もう週刊誌には完全におかしい人っていう形のこの記事の書かれ方でした、ね、してましたからね、はい、から今話題だとすると和歌山カレー事件の林真澄さん、はい、僕はあれ冤罪だと思ってるんで、はい、先日息子さんがね、まあ、テレビに出ましたよね、はい、いろいろあのシンポジウム行ったり弁護士さんと会って調べていくと、やはり冤罪の匂いがプンプンする、はい、でもあれも詐欺師だから、はい、まあ、詐欺師なんですよ。だから本当詐欺師で、そうなんですよ、実際詐欺の事件で有罪になってるものもあるんですよね、はい、で詐欺はしてるんですよ、はい、だけど、うん、カレー事件は起こしてない。詐欺師だとすれば逆にそういうことを、ね、やらないだろうと、うん、自分の得にならないことをしないのが詐欺師ですから、はい、そうですね、騙して自分の利益を取るのが詐欺師ですから、はい、詐欺師であれば絶対しないんですよね、はい、でもそれもあの人がやったっていう報道で、うん、もう死刑ですよね、うん、証拠もなくですから、かなりしつこく取材をして、挙句の果てにもうちょっとやめてよっていう感じでシャワーみたいな ね、 こうね、水をバーッとかけるのをやったら、ほら変な人っていう感じのね、もう完全に作ってましたよね、はいはい、まあそういうのことがある、はい、でこのあともう一個、これはやっぱり事件にあってだいぶ経ってから分かったんですけども、うん、その冤罪被害者になる方っていうのは特徴があることが分かったんですよ、はい、なるほど、はい、それが言葉にすれば自己立証能力の低さっていうか、うんうん、まあ、能力の低さですよね、はい、まあ、国策政治は別ですね、はい、あの政治家とかね、はい、まあ、あの力がありますけれども、うん、そうじゃない方は、うん、例えば地元の悪、はあ、で あいつならやったよって思うような方だったり、はい、それからちょっとあの性格的におとなしい人、うん、でなんか強く言われるとはいって言ってしまったり、はい、言い返せなくなる、はい、それから昔薬をやっていたっていうので、 あいつならそういうことやるかもねっていうし、うん、本人もそういうことがあるので強く言えない、うんうん、それから、母子家庭であったり、はい、お金がなかったり、はい、あとは前科がある方、うん、あ、なるほど、っていうような その、はい、その人が何か正しいことを言っても社会が誰も信じないであろうっていうような人をあえて選ぶ場合っていうのが相当数あるんですね、うん、なるほど。しかも脅せば自白しちゃうかもね、はい、その誘導の通り言っちゃうかもねっていう、そういう可能性の高い人ということですね、はい、でさらにそのあまりお金がない、はい、裕福ではない方なので、はい、優秀な弁護士を雇うことができないんですね。なるほど。じゃあ自分がなくても弁護士さんにね、この力があれば逆に勝ってしまうわけですからね、はい、それもちょっと厳しいだろうという方を選ぶっていう、はい、そういう感じですかね。ただ芸能人の息子さんとかでよく事件を起こして、はい、まあ、やったかどうか分かんない場合ありますけども、うん、もう有名な弁護士つけて、はい、もう最初からメディア対策して欠かせないようにして、はい、いかに起訴されないかっていうことで頑張る、多分相当なお金が流れてるんですけども、うん、一般の人ないですよね。そうですね、大体もう弁護士さんの知り合いなんていうのがいない方が多いんじゃないでしょうか、はい、そうすると国選弁護士ですよね、うん、そうですね、で国選弁護士は当たり外れがあるので、あ、なるほど、大変あの少ない報酬なので、うん、一生懸命やってくれる方とくれない方がいるので、はい、そうですね、くれない方の方が、うん、まあ、多いというと失礼かもしれませんけども、うん、いい、国選の方に会う確率は少ないということであると、自己立証能力というのが高くなることはなかなかない、うん、まあ、それで冤罪が決まってしまうということなんですね、はいはい、そして4番目、これは証拠の捏造で、まさか警察検察が証拠を捏造するとはどなたも思っていないと思うんですが、分かりやすいのがあの郵政事件の村木さんの、はい、村木さんで
事件ですね、はい、あれははっきりと裁判で捏造したというふうに、はい、あの出ましたよね、はい、フロッピーディスクを、ね、幹部の方がね、はい、ですから証拠を作っちゃうということまでしていくので、うん、はい、もうどうしようもないですよね。そうですね、そうなるとこれはもう市民ではどうしようもない部分ですね、はい、ですから先ほど出たの、はい、自白の強要をして、うん、虚偽の自白をさせるっていうのも証拠の捏造ですよね。はい、そうですね。それから見てない人、はい、供述の人に見たよなと言うと、うんうん、言って共犯者を有罪にしていくとか、はい、偽の供述を取るなんていうのも証拠の捏造で、そうですね、大体そういう人にはあのその家族とかね、うん、その周りの人の犯罪、はい、なんかあるじゃないですか。でそこを突っ込んでお前このことを言わん、うんって言わないとそっちで逮捕するぞとか、うん、あのやりますよね。こう弱みを握ってそこを脅していくっていう感じですかね。狭山事件という事件があるんですけども、はいはい、あ、まあ、今出てきてますけども、はい、それはどう脅されたかっていうと、うん、お前がうんと言わないと、うん、お兄さんを逮捕して死刑にするぞと言われたんですね。で家計を支えてたのはお兄さんなんです、はい、なので、うん、それはできないって言って、うん、私がやりましたと言って、はい、それでまあ有罪になっていくっていうことだったり、うん、そのなんかお手紙を書いたペンがね、はい、軒のところにあったっていうのが、はい、最後の捜査で出てくるんですよ。それまで散々調べてたにもかかわらず、で、うん、僕はその家にね、うん、あの実地のがあったんで行ってきたんですけども、はいはい、その軒が低いんですよ、はい、その結構貧しい家だったので、じゃあこういう高いところで見えないっていう感じ、川崎さんでも全然あの手が届く、あ、そんなぐらいのところです、うん、それが何回も あの調査というか捜査で分からなかったっていうことはありえないですね。そうですね、で普通の木は高いから見逃したかなと思うんですけども、はい、あの家に行ったらそれはないですね、うん、なるほど。だからそれはやっぱりね、まあ、弁護側も言ってるんですけども、うん、なかなか認めないという、うん、まあ、大体あの冤罪になる場合っていわゆる何かね事件が起きた場合物的証拠というのがないというのがほとんどですよね、はい、自白とかその供述だとかあの目撃証言とかそういうものののみが証拠になるっていうことが多いので、まあ武将要は作ったっていう感じですかね。そうですね、はい、だから DNA がね確実だということで言われてますけども、うん、DNA は確実なんですよ、はい、今はね、うん、でもその DNA を貼り付けられたり、はい、すり替えられたらもうそれで終わりなんですよね。そうですね、そういう危険性もあるということなんですよね、はい、そうですね、はい、まあ、このように冤罪の構成要件というのがね 1,2,3,4 と4つ出てきました、まあ、これが揃うともうほとんどの場合ひっくり返せないというか、ひっくり返せないですね、はい、もう自分たちの力ではどうしようもないということが起きてしまうということなんですね。しかもこの冤罪というのは遠い話ではない、本当に自分にいつ起きるかわからないという話でもあります。ですのでね、この後これを本当にどんどん深掘りしていくというところで、話を進めていこうというふうに考えております。はい、じゃあ来週ですね、はい、そうですね、はい、そろそろお時間になりましたので、はいはい、でこれ私たちが見つけたというか、はいはい、冤罪作りの方程式という、うん、あ、方程式があるんだと、うん、いうことが分かりましたので、はい、これについて来週はね、お話しできればというふうに思っております、はいはい、それでは、お別れの時間になりました。この番組についてのご意見ご感想がございましたら、メールアドレス info@trueangle.net までお寄せください。それでは皆さん、来週日曜朝9時にこの番組でお会いしましょう。